ら。やべえ、今あのペースだったら世界最速各いけたんだけど。どうも皆様こんにちは、グリードです。というわけで今日の動画は本当にすごい動画になってます。マジであと少しで世界最速ニュークリア核が狙えたかもしれない動画になってます。で、今日ご紹介する MP5 のカスタム本当にもう強いです。まあ、で僕もねアタッチメントそんなに解除してなくて、なるべくね序盤で解除される、アタッチメントで構成されてます。前回と同様にアタッチメント紹介は動画の最後に持っていきます。最後に確認して実際にね自分で真似してみてください。というわけでよかったら今日の動画もチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。僕の中で暴言よりうんちって言った方がマシっていう決まりがあるんで、イライラしたらうんちうんち言っとけば、紛れるっていう、マインドコントロールですね。これマインドコントロールって意味違ってくる。ムーブメントですね、今のはすごく。COD ムーブなキルでしたね、今。他のゲームにはなかなかない。はい、UAV。今のドリルチャージ、ドリルチャージ、ドリルチャージ、え、あそこバス貫通すんのあれ？バス貫通すんの？バ、え？てかやべえ、今あのペースだったら世界最速核いけたんだけど。世界最速核いけたって今。ドリルチャージ、え、マジあの瞬間だけ世界1位だったわ。マジで世界最強だったあの瞬間だけ。あの瞬間世界1位。 No way dude。 え、あの瞬間22キルかな。海外だったらおめえも「オーマイガーオーマイガー」ずっと言ってるわ今のは。うーわー、マジドリルなかったら本当に言ってた。ネクストエキス真ん中、バレてるから下がる。行くか、こっち行くか。
デュアルにやられた。フラッシュきた。ウォーウォーエリア取れ。ここ、こんだけ前押ししてればいける。やーべえ。マジで。あれ、何分だったかな？何分でいけた？オーマイガッ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 なんかいる。え、取れてない。え、エリア取れてないのこれ。終わっちゃったの？うわ、スタンディ死んだ。でもマジで世界最速キルだったな。伝説を残しかけたのかもしれない。てかね、これね、そう、普通にね、あのスキルマッチで敵は強いはずなんだよ、さっきの試合。今見たら分かる、普通に敵は強いんだよね。その中で、あれは、マジでやべえ。来てるな。貴様、来ているな。エリア任せた。うわー、あー、いい、ちょうどVトール呼んだばっかやないかー、今の。てか、こんなキルしてんのに、負けるんかーい。なんでやねん。落とされてる。Vトールすぐ落としてくれやん。これまだエリア解放されてないのか。まだエリア取れない状態だ。センター来るかな。エリア来てるけど、え、なんでこっち来た。ナイス。あ、待って、エリア取っちゃう、エリア取っちゃう。あ、オッケー、危ねえ、分けた。エネミー UAV ダウン。エネミーズ near HQ、 secure the area、 our headquarters is being captured、 final 30 seconds、 you've got enemy near the HQ、 standing by。
敵もほんと強い、しっかり。ここまでお互いエリア取れない状態っていうのがなかなかレアな気がする。シフォかあれ。あー、デュアルか。でも勝てそう、勝って終われそう。とりあえずギネス申請。オーマイガー。これエリア始まったらもう終わりだな、多分。だからあと5秒ぐらい。93キル。ノー！いやーマジでどうしよう。待って。いやーマジ核いけたよ、本当に。てか100キルいけんのかい、これ。せめて100キロ欲しかった。なんかどれも取れてない。はい、というわけで動画いかがだったでしょうか。せめて100キロは行きたかったんですけどね。で、僕の MP5 のクラスはこんな感じになっております。まずはこのノーストックのやつと、このレーザーサイト僕つけてるんですけど、一応 ADS 速度が上がります。ただね、すごくね、レーザーのせいで敵にバレやすいので、まあ外したい方は外した方がいいかなと思います。正直僕もそろそろ他のアタッチメント出たら外そうかなって思ってます。で、バレルはこちら L38 ファルコン。ADS 速度が上がるやつですね。ほんとスピード重視。で、バズルはね、とりあえずこのコンペンつけてるけど反動が抑えられるやつ。ただね、バズルこんだけあるんで、多分今後変わる可能性はありますね。で、次にこのロックグリップつけてるけど、ね、こちらもね、こんだけあるので、グリップが。まあ、今後変わる可能性は大ですね。とりあえず現状はこんな感じのカスタムになっております。ぜひ皆さん、試してみてください。Think with our hearts, stare at the stars. We were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out